どうも、今日は草田のこのソロストーブのまがいもののウッドストーブで焚き火、燃料はねペレット、あと牛乳パックとかパッカーでこれ入れてさ、紙パック入れてペレットです。あと着火されたり着火して、まあでもいい感じで二次燃焼を起こして、じゃあ今日の炎はこんな感じです。でこの炎を見ながら一杯コップ酒、いいね。こんにちは。あれ後ろあれごとくね。まあ今上で炒めたりするときはごとくでね。通常これで焚き火。穴が小さいんだけどね。どうかなと。でも、まあ、結構小さい穴でもさ、ソロストーブみたいにでかくないけどさ、結構いいよね。そこそこ出ていいと思いますこれ。やっぱこの辺はそんな熱くなんないかなと思ってる、なかなかいいね。ではまたね。今日はね、ソロストーブのまがいものでおなじみのリクサダのこのウッドストーブで焚き火、燃料はペレットでね、こんな感じやってます。ではまた。